野球界は今シーズンオフに様々な出来事を目にしてきました。テキサスレンジャーズのワールドシリーズ優勝に続いてわずかな静けさがあり、数週ごとに散発的にトランザクションが行われる状況でした。それは一部おそらく史上最も待ち望まれるサインが待ち望まれていたためでした。12月に大谷翔平がロサンゼルスドジャースとの10年間で7億ドルの契約にサインし、あらゆる記録を打ち砕きました。この冬、その2ワット AY スターが大部分の注目を浴びました。当然のことですが、しかし2度の MVP に関わらないいくつかの他の動きもありました。そして、冬が終わり、春が始まり、来るメンバーの練習が進行中で、選手たちは2024年シーズンに向けて準備が進んでいますが、問題が発生しています。春季キャンプの試合が今週始まりますが、まだいくつかのトップフリーエージェントが市場に残っています。以下はオフシーズンの中での大谷以外の5つの最高の動きとオープニングデー前に行われるべき4つの契約のリストです。アーロン、ノーラがフィリーズと再契約、感謝祭の前に契約が成立したため、この契約が今年のオフシーズンに行われたことを忘れているかもしれません。ノーラはフィリーズとの7年間で1億7200万ドルの契約を再契約し、チームで最も長く在籍している選手を2030年までフィラデルフィアに留めています。この契約は2つの理由で目立ちます。フィリーズにとっては彼らはビッグリーグで最も一貫したアームの一つに育った先発投手を維持できました。ノーラにとっては非常に遅い市場から長期的な安全保障とキャッシュを手に入れることができました。そして明らかに快適で歓迎されている場所に泊まることができました。これはウィンウィンでした。ノーラとフィリーズは一緒にいる方が別れた場合よりも良いです。山本由伸がロサンゼルスで大成功。我々は今シーズンに参加したことがない選手が山本由伸が獲得した注目やドルを引き継いだことを見たことがありません。ドジャースとの12年間で3億2500万ドルの契約を締結した後、彼は今野球界で最高のピッチャーの一人になる機会を持っています。ドジャースのキャンプではすでに山本のアーセナルの中でのエリートな投球技術について絶賛しています。山本を興味深い選手にするのはすでに日本プロ野球とワールドベースボールクラシックの世界で競争力を発揮しているにもかかわらず、彼はさらに良くなる投手としてのプロジェクトであるということです。彼はまだ25歳であり、全てが終わった時この契約はドジャースにとって盗みになる可能性があります。ファン、外がブロンクスで新しい家を見つける。ファン、外が25歳でありクーパーズタウンに向かっており、3シーズンで3チーム目に所属していることは全く信じられないことのようです。そしてフリーエージェンシーの1年前に外は自分の道をブロンクスに進め、そこでヤンキースの大砲アーロン、ジャッジと共に野球界で最も恐ろしい業の一つを形成します。2022年は不振でしたが、外は23年に大きな年を挙げ、シーズンを930の OPS とキャリアハイの35本塁打で終えました。今ニューヨークにいて、明るいライト、伝説的なブランド、そしてジャッジの後ろでの保護を受けて、もしそうならば外が自身のキャリアで最も生産的なシーズンを迎えることは驚くことではありません。その場合、彼とエージェントのスコット・ボラスが探している4億ドルのペイデイが実現する可能性が高いでしょう。ロイヤルズがケイ C で若手のスーパースターを維持。野球界には小規模市場のチームが若手のスーパースターを育成する。それらのスーパースターがより多くのお金を支払うことができる大規模市場でより良い未来を見つけることがあります。しかしボビー・ビットジュニアの場合、ロイヤルズは彼らの貴重な財産を手放すつもりはありませんでした。代わりに彼らは彼に11年間で2億8870万ドルの延長契約を締結しました。レイエル中央は野球界で最も弱い一部かもしれませんが、ロイヤルズはこれを認識しており、これまでよりも冬により活発になっています。競争力のある地区で25の選手に長期的な契約を結ぶことは KC
にとってほとんど意味がありませんでした。そして誰が知っていますか。おそらくこれによってダウンタウンのカンザスシティに新しい球場が建設されることがあります。オリオールズがコービン・バーンズをエースとして見つけるオフシーズンの初めには、ブリュワーズが彼らのエースを放出し新しい方向に進むのは時間の問題のようでした。そしてその方向性がコービン・バーンズをボルチモアにもたらしました。彼は今彼の支配力が必要とされる若いスタッフのリーダーです。2021年の NL サイ・ヤング賞を受賞したバーンズは野球界でも最高の先発投手の一人であり、フリーエージェンシーの1年前にプレイヤーをトレードすることは常にリスクが伴いますが、AL 東部の有力候補として2024年に入る前にオリオールズが行う必要があったリスクの一つでした。特に特別な事情がなくてもゲームの最高の先発投手の一人を獲得することは OS にとって良い動きになるはずでした。しかし右腕のカイル・ブラディッシュは昨シーズンのエールサイ・ヤング賞の投票で4位に入ったにもかかわらず、右 UCL の捻挫ですでにシーズンオフに終了し、左投手のジョン・ミーンズは肘の痛みのために1ヶ月遅れています。したがってバルチモアがバーンズを追加するためにいったトレードはますます重要になっています。ここでヤンキースにとって有利に働く一つの要素は、2023年の NL サイ・ヤング賞受賞者の潜在的な興味を持つチームのリストです。業界内ではスネルに対するオファーがなかなか出ていないという話が広まっています。たとえ彼が23年に素晴らしいシーズンを過ごしたとしても、もし他のチームが彼を待ち続けることを考えているなら、いずれスネルが決断しなければなりません。それは1年契約を結ぶか非常に不可能なように思われます。または適切なチームとの相性を見つけるかのいずれかです。そのチームがヤンキースである可能性があります。